ホンダ XL、ホンダ XL1000V、バラデロ XL1000V バラデロは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。本校では同じく、バラデロを社名に含むバラデロ125についても、解説を行う。キューバのリゾートタウンバラデロにちなんだ、XL シリーズのフラグシップモデルとして1998年に発表。1999年から、 ヨーロッパ地区中心に販売されたが、日本国内での正規販売はない。VTR 旋回用排気量 996cc の水冷4ストローク4バルブ DOHC90 ドバンク V 型2気筒エンジンをトルク重視にチューニングしスチール製フレームへ搭載し、アフリカツインよりも大型カウルを装着する、デュアルパーパス系。 アドベンチャーツーリングモデルであるが、より舗装路向けにセッティングされたツアラーである。SD-02 型以降は、燃料供給を PGM5 電子式燃料噴射装置へ変更し、環境性能並びに燃費を向上させた。SD-01 型1999年から2002年に製造された若干丸みを帯びたカウルが特徴となる初代モデル。 燃料供給方式はキャブレターで、マニュアルトランスミッションは5速である。2000年までは、浜松製作所で生産されていたが、2001年以降は、スペインのモンテスサ本体移管された。SD02 型2003年から2006年に、製造された2代目モデルで、カウルデザイン変更、燃料供給インジェクション化、マニュアルトランスミッション6速化を実施。新たに、 ABS 搭載モデルも設定された。SD 0 3型オーストリア警察車両2007年の2010年に製造された3代目モデル。ヨーロッパうちの自動車排出ガス規制ユーロ3に適合させたモデルチェンジでその他の主な変更点を一家に示す。2010年に生産終了。形式名 JC32。別称は XL125V バロデイロ。 ヨーロッパでは普通自動車運転免許で日本の原付き2枠に該当する排気量 125cc まで運転でき各種優遇措置を採用する国家も多く人気が高いことからヨーロッパ各国のみで正規販売されるエントリーモデルとして開発2001年からスペインのモンテッサホンダが製造ユーロ3対応へのモデルチェンジで 燃料供給の PGM ファイカ、ジュネレーター出力向上、燃料タンク17.56.8リットル容量、ダウンカウルデザインなどの変更を実施した2007年モデルは、全長 X 全幅 X 全高、2145、X847、X1250、シート高 802mm、最小回転半径 2.3m、 最低地上高 190mm ホイールベー十ミ4 5 0 m m 重量 169kg のほか、装着されるタイヤも百1十90から 18M、C56P130、80から 17M、C65P と 125cc クラスにしては大柄であり、交換性ダブルクレードル型フレームに搭載される JC32 型 VT シャドウ125と共用の 水冷4ストロークサイチェシー90度バンク V 型に、気筒エンジンは、内径 X 工程 42.、42.0X45.0、圧縮比11.8から、最高出力 14.3PS、11000RPM、最大トルク10ナメートル、8500RPM のスペックを誇り、マニュアルトランスミッションは5速となる。2012年モデルを最後に生産終了。 上述3社は、V 型に気筒エンジンを搭載する、同社製、デュアルパーパスモデル。ありがとうございます。